ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さんおこんにちはです、ミネオです。バージョンアップ来たというところで、全くやってなかった、ね、おすすめの、武器装備の最新版ということを、お伝えできたらと思います。追加モンスターも来てますしね、マムタルトも来てますので、うるさいな、カンカンということで、私の独断と偏見による、おすすめ装備、こちらを紹介させていただきたいと思います。一応ですね、今回 の、 あの追加武器等を、加味しながら、そちらを中心にお話しさせていただければと思います。噛みすぎ、はい。では、ちょっと防具屋さん行きましょうか。いらっしゃい。はい、今回ですね、一応ですね、マムタロットは、武器と、装備、両方来てますね。で、こちら、武器の方は、こっち見ようか。水属性になってます。で、少し回心率高めかな、片手剣で言うと。で、今までの水装備っていうのが、割とね、この、そうそう、ちょっとね、レベルの低い装備になってたんですよ、これね。で、今回は、なんていうかな、負荷属性は、負荷はついてないんですけども、攻撃力かなり上がってるのと、回心率はかなり上がってますので、水装備に関しては、更新して OK だと思います。はい、ここでね、こういう感じで。こちらだと、水属性の攻撃量が150ですよね。で、以前だと、これね、どこだ？ここだな。145の 4% ガノトトスね。ということで、まあ、すぐどうこうっていうあれはないかもしれないですけど、水属性武器に関しては全て更新でいいと思います。じゃあ続きまして、ディノバルドね、ディノバルド。ディノバルドは、基本的に、これな、片手剣で言うと、私、片手剣使いだから、めっちゃ更新してるんだけど、全部ね、テオのほぼ上位互換です、すべてね。これ、例えば、片手剣で見ると、こちらね、攻撃力122で、ね、6% の防御19でしょ。で、同じような感じなんだけど、こちらの方が、回心も高くね。回心も高く、防御も高く、攻撃力も高いっていうね、もう、完全上位互換になってる。ということなので、炎属性武器の、こちら、人滅人、ディノバルドの、武器に関しても、すべて更新になります。ただ作れるのが、これね、体験はないのかな。はい。ということで、体験はなくて、あとここね、弓。こちらの方も全て、更新になってきます。はい。で、次だね、ライゼクス。ライゼクスは、この笛ちゃんと、ここね、笛と弓しかないんだよね。で、この笛ちゃんは、極タイプなので、これも更新です。はい。今までのが、これかな。この電電大悟150の 5%。ね。で、これ、回心率がね、9% 曲がっちゃうね。極タイプ一緒ということで、これも更新ですね。はい。完全に更新です。そして、弓。こちらはね、まあ、若干好み分かれるんですけども、これも、これね、雷球。ラージャンのほぼ上位互換になります。136の 5% が、148の 5% になってくるっていうね。で、このガイラアロー、これね、マムタロトの武器はどっちがいいのってなるんですけど、ここはまあ若干好みがありますが、配信がちょっと高かったりね、するんですけども、まあおすすめはこっちですね。はい。連射がありますし。
ということで、この雷球持ってる方も更新になります。残念。ということで武器関係に関しては、ほぼ上位互換が来てますので全て更新になると思います。はい。そして引き続きまして防具ですね。はい、こちら、今回この人滅陣装備会、そして静電手装備会、そしてこちらのマムガイラ装備会、こちらの方が新たな装備として来てますが、こちらとりあえずバムタロット装備に関しては個人的には微妙です。はい、って感じかな。どうでしょう。あ、すいません。なので、外見のね、アバターとして作ってみてねっていうね。で、人滅陣に関しても、これ、まあ、根性はいいとしても、ボマーと、火事場得っていうので、まあ、炎特化なんだけど、基本的に使うところないかな、今のところね。汎用性もないし。ということで、今回の中で当たりは静電手装備会だと思います。で、この辺りに関しましては、アクセサリーによって変わってくると思うんで、なので、かなりね、このゲーム、絆ゲーなんで、やっぱ絆の得とあったりとか、これとにかくね、絆が上がるでしょ。で、真っ向勝負のダメージアップなんで、会心系とかね、弱点特攻系、まあ、それが、アクセサリーで持ってるっていう方はね、これいいかもしれないですね。静電手装備会。そして、どうしても汎用性があるのが、やっぱこの大魔装備会なんですよね。無属性攻撃強化特がついてるんで、あと根性ね。で、意外に、回避が役立つっていうことが多いんで、これがやっぱりかなり強い。うん。そして、何に差し置いても、やっぱりね、こちらの、暗き力を宿す装備。ね、ドラゴン装備会。これはやっぱミラボリアスの装備はやっぱやばいですね。会心得と状態上の耐性と、あと自己回復がついてるというのはやっぱり大きいですね。うん。なので、装備に関しては、このドラゴン装備会、大魔装備会に続いて、まあ、この静電手装備会。こちらの3点が、個人的にはおすすめとなっております。ありがとう。はい、というわけで私のおすすめ装備、新たなね追加モンスター分を中心に少し考えてみました。なので装備関係の武器に関してはほぼほぼやっぱり追加モンスター出るたびにね、更新となってくるのかなと思いますが、皆さんそこちょこ作っていきたいと思います。はい、というわけで、チャンネル登録、よろしくお願いします。またツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは皆様失礼いたします。あ、すいません、失礼いたします。